はい。こんにちは。本日、お見せしたいものがあります。それが、こちらですね。フ i イ e Pocket 2というところでもまま、いくつか、えー、なんだろうな。いろんな、その、ネット記事も出てたりしますし、えー、まあ、動画の方でもね、いろいろ出てるんですけどもね。流行りですね。はい。 でこの、まあ、ジンバルカメラですけどもうんまあいろんな機種が出てる中でどういう感じかっていうと小型なのが売りですねもうほんとマジちっちゃい、えー、と縦が120いくつっていう感じなんでスマホよりも全然ちっちゃいねでどんな感じかっていうとまあ最近の流だろ流行りというかトレンドな機能は搭載してて小型かっていうのが ありますかね。4K 撮影もちろんできますしそれも 60fps までできたりする,するんだよねフル HD だと120だったかなできたりしますもちろん静止画も静止画だと1200万画素だったと思いますけど撮影ができたりしますというところなんですよでもう一つこのポケット2に加えて 2S っていうのもあってこれもあの一応概要欄に載って けけておきますけども割と動画とかもいっぱい出ていて調べてみたらすぐ出てくると思うんですけど 2S っていうものもあります。でこいつよりもちょっとその画質的な部分ですねはちょっと落ちたりとかあとはサイズもちょっと大きくなってるんですけど 2S もすごい面白いところがあってこのカメラの部分とこの本体っていうのが分離します。ででこの間をコードで 接続してててビビビロビロビローンっっいいうコードがこうコがあるっていう感じな,んです、ね、なのでまあそのこのメーカーの提案というところで言うと、まあ、例えばそのバイクに乗ってたりとか車に乗ってたりとか、まあ、あとはその自分でもこう歩いてる時トレッキングとかしてる時とかにも腕にカメラをつけたりヘルメットにカメラをつけたりまたはバイクの本体とかねそういったところにあのつけたりとかっていうしながら。 えー、こいつはなんかまあ胸ポケットに入れとくとかなんか安定するところに置いといて撮影がそのままできますみたいな、えー、いうのもあったりします。ガジェッター的な視点で言うとおそらくその 2S の方を本来だったら動画にすべきなんだと思うんですけどちょっと私的にはですねこの今のご時世考えてそもそもあんま外出ちゃいけないぜって言われてるじゃないですか。でそんな時に その外に出てめっちゃ面白そうなカメラをやるっていうのも多分フルで面白さを伝えるっていうのはなかなかできないだろうなっていうのと。 それを見て買ったら買ったででもあんま外で出ちゃいけないよねみたいにだからそこら辺がちょっと矛盾するなっていうふうに思ってまああの普段の生活の中からもいろいろ楽しめるこのポケット2の方をまずはお見せしようかなというふうに思ったところです来年以降だとそういうアイデアの詰まったポケット 2S みたいなものはなかなかいいのかなと思うんですけど今はこのノーマルタイプの方がいいんじゃないかなっていうところでしかも小型化なのでお子さんとかね そういう、なんだろうな、子供でも使えるし、こシンプルだしね、ボタンこんな、うん。そんな使い方でいいんじゃないかなっていうところですよ。はい。で、現状だと、 あの日本ではそのクラウドファンディングっていう形になってますでもう製品はこうやって出来上がっていてでなんでクラウドファンディングやってるかというともう量産するっていうところですねあらかじめそのお客さんどれだけいるのかっていう、ね、その分、えー、集まったお金で量産しますっていう感じだと思うんですけどもうですね既に注文もできたりしていますので概要欄の方から飛べるようにしておきますからあの見てみてください。だい,たいこいつで3万 6, 7, 円とかっていう感じだと思いますだから若干高めなんだけど、まあそれでも 4K の 60fps の動画を、まあこのジンバル付きのカメラとかで撮影する。しかもこんだけちっちゃいっていうところが売りだったりするので、まあ仕方ないかなっていう感じはしますよね。物っていうのは当たり前でなんですけど、ちっちゃいものを作ろうとすればするほどそれコストかかるんですよ。 同じスペックのもので大きいのとちっちゃいのがあったとしたらちっちゃいものの方が作るコストかかるんでまあ物の価格は上がりますよねだからよく100均とかでさ例えば安全ピンとかクリップとかあったりするけどあれちっちゃいものの方がコストかかってますから作ってるの同じ100円で売られててもちっちゃいものの方がコストかかってますからねなんかその損得感情じゃないですけどこっちのちっちゃい方,や方がなんかもう元が取れるじゃないけど そんなんもらったりしますよ。はい。ということで、開封していこう。さてと、ペリペリペリっと、離してね。いきますよ。よいしょ。はい。おほほほ。うん。ああ、なんか、あれかな。んアプリかなあ、ツイッターか。ツイッターとかのやつか。 で、クイックスタートガイド。クイックスタートガイドが入っております。英語と中国語かなうん。おー、来ましたね。え、ちょっとかっこよくない <laughs> ちょっとかっこいいんじゃないのこれがケースか。持ち歩くときのケース。あ、ケース兼ここに。 色々入ってますねちょっと待ってね。これが一つ、ストラップ。ストラップです。はい。あの、b リモコンとかにもありましたね。ね、こうやってね。手 <laughs>、手を通しとくと安心だよみたいなのもあったりしますけど、ストラップついてますね。で、あとは充電ケーブル。タイプ C の充電ケーブルです。で、これがケースでしょう。シリコンかな シリコンっぽい。ここはね、硬いです。硬い樹脂。で、内側に、割とその、弾力、若干な、なんかこう貼ってある感じですね、うん。で、ここがシリコン。ベルトはシリコンですね。で、こうやって止めとくタイプ。簡単だね。あれもしかして、あ、そんなことないか。 このまま充電できるようになってるのかなこのケースに入れたまま。すごいシンプルなものになってますね。あ、で、ストラップを本体につけてても、ここを通せば大丈夫よっていう感じですね。はい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 。で、これが本体か。おいしょおいしょおいしょ。いってみよう。オーマイガー。ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。 どうですかこの小ささ。わあ。ちっちゃ。マジか。ええー、もうこんな時代驚きだよ。驚きです。この小ささはさすがに。<laughs> ええー、もうこんな時代か。滑らかに動くね。あんまり手でこうやってやるのにあんまよくないんだけど。 すんごい滑らか。ね、ベアリング効いてますね、ちゃんとね。ああ、おまオーマイガーって言おうとしちゃった。うーわーすごいな。だって見て、USB のね、端子とマイクロ SD スロットここにありますけど、サイズ感よ。<laughs> 小ささわかるでしょすごくないっすか えぇ、ー。スマートフォンと、<laughs> スマートフォン横に持ってきたけど、これ、まあちょっとおっきめのスマートフォンなんで、ね、ちょっと言い訳をしとこう。ね、いくらなんでもよ。これおっきめのスマートフォンだから。ちょっと待ってね。ファーウェイさんのね。ファーウェイさんのやつですけども。いや、でもそれでもだな。ちっちゃいわ。 すごい。この小ささ。いや、多分だから端子から見ると分かりやすいんじゃないマイクロ SD とかのカードとかこれよ。で、このサイズよ、本体が。俺の手も割とその男の人の中ではちっちゃめなんですよ、これでも。ちょっと大きく見えちゃうかもしれないけどね、手のひらとかが。これね、 子供でもちっちゃく感じると思いますよ、これ持ったときに。うん。すごいね。で、このボタンか。あ、ボタンこれね、いい感じのクリックリか。はいはいはい。これパンできたりするのかな、これでね。で、ここ録画ボタンでしょ。あ、簡単だね。もうこの2ボタンで基本的な操作できちゃうんで。 そう、大人でももちろんその簡単なところをねこう目指してできてるんですけどこんだけちっちゃくて持ちやすさがあるだから握るからあとなんかちょっと高めのこれカメラになるけどでも握るっていうことを考えると子供でもなんか落としづらいじゃないですかこれすごいねへー で、ここはあれでね一脚穴のこのなんだっけ三脚とかにつける時に三脚,一脚に限らずですけどねそういうのあるんでこの三脚とかこうテーブルとかでこうやってポーンと置く時にはつけて置いといたりしとくと自分たちを映しているなんか食事中の映像とかあとは話してる時のなんかそういうシーンを撮りたいとかできたりしますね。 電源は入るかなこの状態で。あ、入った入った。はい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 。ちょっと立てとこうか。あ、はいはいはい。タッチあ、タッチもできるのか。あ、メモリーカード入れてくださいってやつですね。これで。あ、ほほほほほ。はい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 。 はい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 。おぉ、簡単じゃん。で、今、ちょっと、マイクロ SD カード入れてないんで、警告出ちゃいましたけど、それを入れといて、ここのボタンを押すと、もう撮影始まるよっていう感じだね。あ、ここでで、ズームか。ズームはデジタルだろうね。4倍までかな。 そんな感じですね。あでこういうことか。はい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 。ああ、なるほど。 走ってるときのモードとかそういうことができるのね、ここでね。はい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 。ちらつき防止、ストレージ、自動電源オフとか、水平バランスもあ。ああ、で、こういうことか。なるほどなるほど。画質の部分はどこでやるんだろうな。こっちか。 こっちは撮ったやつ。あで、ここだ。で、えー、っと、解像度を、ん解像度を、あね、これで 2.7K と 4K までできて、フレームレートを60とかできますね。はっ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 は。なるほど、なるほど。 写真、スローモーション、タイムラプス、パノラマ。写真だと、あカウントダウンもできるからね。なるほどね。はい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 。スローモーション撮影。1080p は4倍。4K に。そうですね。 30、三十 f p s だと換算してのその4倍だから120っていう感じですね。で、こっちは30の60ってことだね。はい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 。おーマジか。あー、なってるわ。ちゃんと。おー、ちゃんとなってるよ。スタビライズされてるな。 ちょっと見にくいかもしんないけどえー、マジかちっちゃでここを押したらそのまま長押しか OKOK 長押しで電源オフねえちっちゃすごいなだってもうこう普通に握っちゃったらさもう液晶まで隠れちゃうじゃん すごいな、これ。こんな時代になったか。笑っちゃうぐらい小さい。で、こいつの能力自体はちょっとまた別で試そうと思ってはいるんですよ。今回ちょっと開封するだけにさせてもらって。すごいですね。えー、いや、ちっちゃいのは最初から知ってたんですけど、それでもこうやって、開封して実際見て、この、なんか尊さが出てくる。この この大きさはねえでここに入れて持ち運ぶよっていうやつだよねだからしょこういうことですねこういうことですなのでここから充電をすることは可能しっかりがっつり 大きく出てるから、サードパーティー製のケーブルでも大丈夫そうですね。はいはい、これでまあ、普通に、まあ当たらないだろうね。うん。こんだけちゃんとやってれば。え、で、ストラップホールが、あ、ストラップホールここか。うん、ここだから、こういうことだね。はいはい、ちゃんと合ってます。 なるほど、いやーまさかこんだけちっちゃいとは。でいて何ていうのこう、カメラ製品っぽいさ感じじゃないですか、まあ、黒だからってのもあるけど何て言うんだろうこのツルツルの黒じゃないなし、ね、地の黒だからね。 えー、もうめちゃめちゃ手,だが手軽に撮っちゃいますって感じだね、まあ、あとはこのマイクとかがどんな感じなのかなっていうのはちょっと気になったりはしますけどねうんだからこれ本当に手軽に撮りましょうって感じなんでこの小ささからも分かる通り一応そのポケット 2S よりもそのカメラの能力値は高いんですけどだから面白い絵を撮るか手軽に撮るかって っていうやっぱその2択をユーザーに問うっていう感じでしょうね、うん、メーカー的にも面白いですね絶賛幕開けにて、はい、一生製品ページ出てますから気になる方はちょっとチェックしてみてください、はい、概要欄載っけておきますからねあの全然あの勘違いしないでいただきたいのが別にそこから買うと俺に ななんかかあるとかっていいうわけじゃないので <laughs> 単純にそんなその疑い持たずに見てください。はい、いろいろそっちの方が、えー、とまあメーカーのアピールにはなりますけどもメーカー自身のねアピールになるのでまあちょっと大げさにされてる部分もあるかとは思いますけども一応その良さとかっていうのはそこでも語られたりするので。 見てみてみください。俺自身はもうこの大きさっていうところで十分だと思いますよ。はい。で実際の 4K 撮影とかっていうのはですねこの後、実際にちょっと試してみようかなというふうには思いますがまずはこの大きさにちょっと驚きですね。なんか,なんかもう,こう首をこう押さえてあげたくなるような <laughs> 大きさだなっていう感じがします。はい。 いや、なかなか面白いものをね、出してきたし、実際やっぱりここまでちっちゃくできる時代になったんだな、というところですよね。わーお。はい。ということで、とりあえず開封動画、Fay ユポ u ット2、お見せいたしました。また見てな。バイバイー。